痩せるヨーグルトはこれ。はい、上活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは普段どんなヨーグルト召し上がっていますか？毎日食べているけど全然痩せないなんて方は、もしかしたら太るヨーグルトを選んでいたり、または太る食べ方をしているのが原因かもしれません。そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめする痩せる最強のヨーグルトをお伝えします。目次です。1. ヨーグルトのダイエット効果について。 2. 痩せるヨーグルトの選び方。ここ、とっても大事。ここを間違えると逆効果。 3. イオンの痩せるヨーグルトを参戦。 4. 痩せるヨーグルトの食べ方。ここ知らない方がまだまだ多い。ぜひ聞き逃さずに最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体もキラキラ輝く女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てください。では早速参りましょう。目次1はこちら、ヨーグルトのダイエット効果についてということで、大切なポイントを2つに分けてお話します。痩せるポイント1、それはあなたの腸内環境が整うからになります。その痩せる理由はこちら、痩せ菌とね呼ばれる善玉菌があなたの腸内でめちゃくちゃ増えるから。そうすると腸内環境が整って痩せ体質へと生まれ変わって痩せるんです。例えばヨーグルトといえば発酵食品なんですね。ここが同じ材料の牛乳などの乳製品とは違うところ、このすでに発酵している食品の中にこのね痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがたくさん入ってるんです。そしてその代表的なのがこちら、乳酸菌になりますよね。乳酸菌というのは糖を発酵させて乳酸を作り出す微生物のことです。ではここから乳酸菌のダイエット効果を4つお話します。1、便秘解消になります。腸内で乳酸菌たちが増えてくれると腸の運動ですね、蠕動運動が活発になるため、もうどんどん便がスムーズに排出されます。すると体のゴミですね、老廃物がデトックス、そのおかげで代謝も上がりますから、おのずと体重も減りやすくなります。2、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれます。このことであなたは脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。やはり太る原因の大きな理由は血糖値の急上昇ですが、そこを抑えてくれる効果があるのがこのヨーグルト。3、悪玉コレステロールを減少させるになります。乳酸菌たちがこの悪玉コレステロールを吸着してくれて、不要な脂質や糖質を排除してくれる働きがあるんです。その結果脂質の代謝もアップしますから、脂肪の燃焼がますますアップ。4、死滅した乳酸菌も役立ちます。もうこれすごいんです。乳酸菌は熱に弱いので加熱殺菌しますとなんと死んでしまうんですよね。ところが死んでもなお善玉菌たちの餌となって、その生涯を全うしてくれるっていうもね、ありがたい菌なんですね。ありがとう乳酸菌です。なので痩せるポイント1は腸内環境が整うからになります。では痩せるポイント2はこちら、タンパク質がしっかり取れるからになります。その理由は、人はタンパク質量がしっかり足りていれば食欲を抑えることができるんです。例えば最悪なのが、朝忙しいからと言ってパンやおにぎりだけパパッと食べて済ませてる方、そのままですとタンパク質が全然足りないので、すぐまたお腹が空いて間食をしてしまったりですね、まあもともともちろん体にとって必要な栄養源ですから、しっかり朝から摂る必要があるんですね。目安はこの手のひらに収まる程度のタンパク質量と言われています。そんな時はそういった糖質の炭水化物に置き換えて、このヨーグルトでしっかりとタンパク質を摂ることで朝からしっかり栄養も摂れますし、食欲を抑える効果もあります。なので痩せるポイント2つ目は、しっかりとタンパク質を摂取するのが大事。では目次にはこちら、痩せるヨーグルトの選び方ということで、その痩せるポイントはこちら、
無添加のヨーグルトを選ぶことになります。その理由は、無添加だと内臓に負担をかけずに痩せ菌を増やすことができるから。例えば無添加のヨーグルトってどうやって見分けるのっていうお話、こちらです。まずヨーグルトを手に取った、そして裏の原材料名をチェックしてください。そこにもしスラッシュがあって、そのスラッシュの後に書いてあるものが全て添加物ということになりますから、もちろんこのスラッシュがないものを選べば丸なわけです。もしくは今表記の方法が変わっている商品もありますので、原材料名にはそのスラッシュが入っていないんだけれども、そのすぐ下あたり別枠になんと添加物と別枠で書いてあるもの〇〇〇ですね、これが結局添加物ですから、気をつけて見てくださいね。例えば手に取った商品の中にこの人工甘味料が入っていた場合、これがまずいんですね。例えば甘いのにカロリーゼロとか糖質ゼロとか、そういった商品になるんですけれども、なぜかというと甘いのにカロリーがないということは脳がびっくりしちゃうんですね。おかしいぞって、こんな甘いの食べてなんでカロリー足りないのってことになるわけです。そうするとあなたにある命令を下します。何でしょう。大変大変って、もっとカロリー取らなくっちゃ、甘いものを食べろ食べろって、ね、言うんですよね。なのであなたは甘いものや脂っこいもの、要はデブ菌たちが喜べるものがやめられない、止まらないってことになりますから、こういった人工甘味料を取り続けたことによって味覚異常だったり、あとはやめられない止まらないといった中毒症状が起こるとも言われています。もちろん白砂糖などももってのほかになりますけれども、やはりこういった人工甘味料、例えばこういった合成甘味料ですね、アスパルテーム、アセスルファ向け、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなど、要するにこう自然界にないもの、人工的に作ったものっていうのは取らない方がいいです。なので痩せるヨーグルトの選び方のポイントは無添加であること。では目次3です。イオンの痩せるヨーグルト参戦ということで、今回はイオントップバリューさんのブランドの中でおすすめヨーグルト3選選んできました。まず1つ目はこちらです。じゃん、トップバリューの毎日の食卓にプレーンヨーグルトということで、サーモフィルス菌とブルガリスク菌が入っております。無添加のヨーグルトです。1パックあたり 400g 入ってまして、これお値段がねコスパがいいの、びっくりしました。こちら私の近所のねイオンのスーパーさん98円、安いということで、早速試食してみたいと思います。では早速いただきます。ということでこちらですね、他のヨーグルトに比べまして脂質が低いんですよね。ちょっと楽しみですね。はい、無添加のプレーンヨーグルトです。いただきます。すごいさっぱりしてます。さすが脂質を抑えたヨーグルトですね。そしてほとんど酸っぱくないんですよね。さっぱりしてますから、酸っぱいのが苦手っていう方にはこのヨーグルトがおすすめ。では2つ目のヨーグルトはこちらです。同じくトップバリューさんのビフィズスプレーンヨーグルト、生きて腸まで届くビフィズス菌 BB12 配合ということで、これもですね早速食べてみたいと思います。ちなみにこちらは同じ、ちょっと多いんだ、 450g 入ってまして、お値段が128円ということで、これもねどうですか、コスパ良くないですか。ちょっといただきますね。お、先ほどのヨーグルトよりもさらにねこの真っ白で、やっぱりちょっと脂肪分が多いんですよね。先ほどのヨーグルトよりもしっとりしてます。ではいただきます。私普段からその本当にプレーンで何にも入れなく食べることも多いんですよね。でこれすっごくクリーミー、美味しいです。でしかも先ほどのヨーグルトは違う菌が入っていて、生きて腸まで届くっていうね頼もしい菌が入ってますから、このヨーグルトもおすすめ。そして最後3つ目はこちらです。じゃん、トップバリューさんの豆乳ヨーグルトプレーンということで、
コレステロールゼロ、食物繊維 100g あたり 4.0g、 あと2種の生きた乳酸菌を使っていますということで、これ乳製品は一切使用していない豆乳ですね、植物性のタンパク質のヨーグルトということになります。こちらの、量が 400g ですね。そしてちょっとお値段はお高めの178円、まあ、それでも178円ですからね、通常のヨーグルトとまあそんなに変わらないか、お得な方ではないんでしょうか。ではこの豆乳でできたヨーグルトもいただいてみます。これプレーンです。あ、香りがやっぱりねちょっと違いますよねではいただきます。あ、なんかね、あの崩した感じがもうお豆腐みたいですねいただきます。あ、お豆腐だあのお醤油かけても美味しいんじゃないっていうぐらい、あのお豆腐の味風味はするんですけれども、あのすごく食べやすいんですよね。ヨーグルトと思って食べるよりは、あのお豆腐感覚で召し上がることもできちゃうぐらい美味しいです。こちらのヨーグルトは材料が牛乳ではなくて豆乳なので、例えば乳製品ですね、牛乳とかヨーグルトを摂取するとお腹がピーピーって緩くなりやすい方とか、苦手な方っていうのは、でもやっぱりヨーグルト食べたいなっていう方はぜひこの豆乳からできたヨーグルトおすすめですね。また特に女性の方にもね召し上がっていただきたいんです。なぜかというと豆乳ということは、そう、大豆製品でできてますよね。私たち女性にとっては嬉しい味方、女性ホルモンのエストロゲンと似た効果を出すと言われているイソフラボンも入っていますし、しっかりとこの植物性のタンパク質を摂ることで、例えば生理前のイライラとかね、食欲が暴走しやすいですよね、ホルモンの関係で、そういった食欲を抑える効果もあります。また大豆オリゴ糖も入っているので、オリゴ糖がまたね乳酸菌たちの餌となって相乗効果もアップしますから、ぜひ今当てはまった方は豆乳ヨーグルトもチョイスしてもいいのではないでしょうか。では目次4はこちら、痩せるヨーグルトの食べ方についてお伝えします。これまだまだ知らない方が多いので、ぜひ最後までご覧ください。食べ方のポイントは全部で5つです。まず1つ目はこちら、バランスということで、何のバランスかと言いますと、まず1つ目はタンパク質のバランスなんですよね。先ほどお見せいたしました、こういったこう生乳からねできているこの動物性のタンパク質も大事ですけれども、豆乳からできた植物性のタンパク質も大事ということで、これをですねバランスよく、まあ、50-50 で半分半分混ぜて召し上がってもいいと思います。よくプロテイン飲む方も、そのホエイの乳タンパクのプロテインの粉末を植物性の豆乳で割って飲むとかね、要は動物性と植物性を同時にバランスよく取るっていうのもとっても大事です。偏ってしまってはいけませんよね。そして2つ目のバランスがあります。それは何かというと、ヨーグルトに含まれている乳酸菌たちの種類のバランスを保ちましょうということなんです。例えば先ほどご紹介したこの、ね、生きて腸まで届くビフィズス菌ばっかりだけ取ってればいいかっていうのは、そういったことではやっぱりないですよね。多種多様なさまざまな乳酸菌たちをお腹の中で増やしてあげる必要があります。そうすることで腸内フローラと呼ばれるそのバランスが整うわけですね。だから例えばこのブルーのね、このビフィズス菌のヨーグルトばっかりではなくって、日替わりでこちらがサーモフィルス菌とブルーガリスク菌でしたよね。だからこういった形でいろんな多種多様な菌をやっぱり取っていただきたいんですよね。ただどちらがご自分に合ってるかというのは、しばらく 1,2 ヶ月ぐらいは続けてみないと効果ってわからないと思いますので、まあ、ばっかりというよりは、まあ、同時に両方合えば両方まめに取っていただいてもいいですし、そのあたりはちゃんとご自身のお腹の様子と相談して召し上がってください。3つ目はこちら、摂取量についてですね。いくらねダイエット効果が高いヨーグルトといえども、やはり量があります。適量ですね。どれぐらいかというと、まあ、大体こういった大きめファミリーパックだと1パックで 400g 入ってますよね。なので4分の1ずつ4日
かに分けて食べましょうということですね。やはりどんなにいいものでも取りすぎてしまってはカロリーオーバーで太りますし、また何よりもヨーグルトを食べすぎますと後々アレルギー症状出る方もいると言われていますから、何でもその摂取量ですね、適量を美味しく召し上がってください。4つ目はこちら、温度になります。これすっごく大事なんですね。よくヨーグルト食べてますって、どんな風にですか、いや凍らせてフローズンで食べてます太りますっていうことなんですよね。なぜかというと、冷たいものを食べたり飲んだりされますと腸が冷えちゃいます。何が起こるか、もう代謝が爆下がりなんですよね。結果太ります。例えば逆に、たった体温が1度上昇するだけであなたは運動もしてないのに基礎代謝が 12% からなんと 13% もアップするという、それだけ基礎体温高い方って得してるんですよね。最低でもやはり 36.5 度以上は欲しいところです。でもやはりヨーグルトって冷蔵庫で保存してるから基本的に冷たいんですよね。ではどうやって食べれば良いのかっていうお話をします。ズバリ、食べる 2,30 分前に出しておいて、食べる量だけですね、常温に戻してから召し上がっていただきたいです。もしくは時間がない方、すぐ食べたいっていう方はやはり加熱する必要があるんですが、ここも注意。一般的なヨーグルトに使われている菌たちはですね、その菌の種類にもよりますが、大体平均20度から45度のその間で最も活発に動くと言われているんです。冒頭でもお伝えしましたが、もちろん加熱殺菌して死滅してしまった乳酸菌たちも役には立ってくれるんですが、せっかくでしたら生きたままお腹の隅々まで届いてほしいですよね。その時に加熱しすぎは NG なんです。だいたい50度から60度になってしまうと死滅してしまうと言われてるんですね。ですから加熱してもやはりマックス50度までぐらいが適温です。例えばヨーグルト 100g 器に移していただいて、耐熱容器でラップをかけずにレンジンで、だいたい 600W でしたら20秒から30秒様子を見ながらね、追加で加熱してみてください。では5つ目はタイミングになります。ヨーグルトを食べるときにいつ食べたらいいのってことなんですけれども、やはり乳酸菌は胃酸にも弱いんですよね。熱にも弱いけど、たときに空腹時にいきなり一口目ヨーグルトっていうのは良くないです。胃酸でやられてしまいますから、やはりある程度何か食べた後の食事中だったり、一番最後ですね、食後ラストに持ってくるというのが胃酸に負けないポイントです。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。素晴らしいと思います。この腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロを達成した方が本当に多くいらっしゃいます。お知らせです。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から、生まれたこの腸活ダイエット具体的に取り込む方法を4本今無料で動画をプレゼントしています。受け取り方法です。この動画の説明欄からリンクですね、無料の LINE 公式があります。ぜひ登録して受け取ってください。では今回の動画の大切なポイントまとめです。1、無添加の腸内環境を整えてくれるヨーグルトを選ぶこと。2、ばっか食べではなくて様々な菌を含んだヨーグルトをバランスよく常温で食べること。今回のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみた、やってみたってご感想いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。今私がハマっているヨーグルトの食べ方なんですけども、レシピご紹介します。ヨーグルトですね、 100g に対してこういったシナモンパウダーを6振りから10振りプラス蜂蜜ですね、無添加のものをだいたい大さじ1/2から1杯入れてよく混ぜて召し上がってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。